い、皆さんこんにちは。いつも夢中見ていただいてありがとうございます。柏清水の清水慎一です。今日はフレンチトーストを作っていこうと思います。フレンチトースト、実はですね、うちのお店で今パンを、焼いているんですけども、今日はそのパンを使っていきます。皆さんは、スーパーとか、お近くのお店で手に入る食パンを、使っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではフレンチトースト、トーストを漬け込みをする溶液、アパレイユと言いますけども、それを作っていきます。まず卵、全卵4つですけども、こちらほぐしておきます。はい、ほぐれたところにグラニュー糖です。泡立てる必要は全くありませんので、お砂糖が溶けるように混ぜていきます。はい、はい、そしたら、この卵とお砂糖を牛乳の方に入れて混ぜていきます。はい、しっかりと卵が、ほぐれて馴染むまで混ぜます。はい、そしたら次にこのような、バット、薄型のバットに、今のアパレイユ溶液を裏ごしながら移していきます。こちら、実は今お店で、試作をしながら、完成に向けて、作ってるんですけども、食パンです。で、皆さんは、いつかまた機会があれば、この食パンの作り方なんかも動画で配信できればと思いますけども、とりあえず、今日は皆さん、スーパーとかで売られている食パンで結構ですので使ってください。こちらをですね、カットしていきます。はい、だいたい 2.5 センチぐらいの厚さにパンを切っていきます。フレンチトースト作るときは薄切りのパンよりも厚切りのパンを使った方が、出来上がりが非常に美味しくできるんじゃないかなと個人的には思います。はい、スライスしたパンを半分に切ります。フレンチトーストは皆さんのお好みの大きさですけれども、大体このぐらいの大きさにして、作った方が僕は個人的には好きです。先ほどの溶液に、パンを浸していきます。これでだいたい6時間から7時間ぐらい浸していくんですけれども、裏表をひっくり返したりしながらパンの真ん中までこの溶液が染み込むまでしっかりと漬け込みをします。そうすることで後ほどこれ焼いていくんですけども、焼いていくときにこの膨らみ方が全然違います。ですのでしっかりと時間をかけて、染み込ませるようにしてください。
今日も最後まで夢チューブ見ていただいてありがとうございました。今日はフレンチトーストを作ってきました。皆さんはスーパーなどで売っているあの普通の食パンを使って、ぜひ試してみてください。非常に簡単にできるフレンチトーストです。面白かった、勉強になった、そんな風に思ってくださる方、ぜひチャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いします。もっともっとお菓子作りに関して、本格的に学びたい、勉強したいという方のために概要欄から、ホームペストリーのリンクがあります。そちらは有料のライブ配信のお菓子教室です。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。